おっしゃ。おはようございます。今日はねちょっと朝一、以前ね動画にしたシーリグ、そちらのね検証動画になります。まだね見てない方はシーリグの過去動画、このサムネもこう貼っときますんで、そちらを見ていただければと思うんですけど、簡単に説明するとですね、規則正しく移動距離を抑えてドッグウォークし続けるリグです。はい、もう見えバス見つけた時はかなり武器になる気がする。そのシチュエーションがね欲しいね。なかなかねそううまくはいかんないけど、これそこに結構期待をしとんですよね。もう完全にピンで釣る釣りやね、これは。すっげえいい動きしとる。やばいこれ。まあ自画自賛みたいになってあれは申し訳ないけど、本当にいいっすね。おったら食うと思うけどね。なんやろ、ちょっとこうワームなんやけどハードルは的な要素もあって、これはねこの絶妙な感じが面白いと思うんですけどね。チェイスしてきた。初めてチェイスしてきた。見えた。おお、チェイスしてきたね。絶対映像には映ってないけど、多分ギルじゃないかな。もうでも俺の姿に気づいて逃げていきましたけど、もう本当にギリギリまで完全に空気やったっすね、あれは。多分もうちょっと距離があったら食わせられとったかもね。まあでも嬉しいっすね、このドッグウォークに反応するっていうのが分かったっけね。結構追ってきますねこれ。タイミングがあればこれ釣れるんじゃないかな。すごい、だって動きいいもん。やばいもんこれ。やっぱシーリグ専用のねワームとか開発できたら相当いいっしょけどね。半端ないよこれ。ベローズギルがちょっとでも今んとこ良すぎるね。おっしゃ、やった、新陸で釣れた。新陸で釣れた。あ、ベローズギルがでもない。新陸で釣れましたね。水平フォールで食いましたね。あー、でももうベローズギルがないんだよね。くそー、ギルギルの釣れるやろ。あ、これはね、わ、やばいなこれ。やばいこれ。ちょっとあのベローズギルみたいなキレッキレのドッグウォークじゃないけど、ドッグウォークするっす。このギルギルやばい。これ絶対釣れる。このなんやろ、まだちょっとベローズギルとは違うけど、よりふわふわ系になる。
ベローズギルがキレッキレのドッグウォークやったら、これはもうふわふわした感じでもドッグウォークしますね。だけどちょっとなんかな、他のリーグじゃ絶対この動きは出せない。めちゃくちゃいいね、このちぎったギルギル。やば、これは釣れるよ多分。まあでもこんだけ渋い中でギルでも釣れたら嬉しいよ。しかも新陸やけね。これをちょっとちょいちょい検証していきたいな。時間があんまないんすよ。もうあとできて1時間。1時間ないね。30分ぐらいやね。戻らないけん。でもあの水平フォールも武器になるってことやね。で引っかからんのがいいね。テトラがあってもやっぱ。だいぶこれは根がかり回避強いよ。わ、またチェイスしてきとったね。うわ、めっちゃチェイスしてきとった。ギルギルすごっ。5匹ぐらい、まあベイトですけどね。やばいやばいやばい。5匹ぐらいベイトがチェイスしてきてましたね。こんぐらいのやつが。なんかキラキラしようなって思ったら。いや、これ絶対釣れるよ。間違いないと思う。個人的に面白いのは、やっぱベローズギルなんですよね。やっぱ、もうキレッ、ほんとすっごい、こんなんてパッ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 チ行くんで、めっちゃ俺は好きなんですけど、食わせっち意味ではもうこっちな気がする。これはやばいと思うわ。わ、やばい、これはやばいぞ。お、めっちゃ停止してきた。おお、すごい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 。めっちゃ追ってきてますね。めっちゃ追ってきとる。すれんね。やっぱちょっと普段見るのと違うけやろね、これ。絶対そうやわ。だってさっきまでこんなチェイスなかったもんね。はい、お疲れ様でした。もうちょっと時間がないんでね、終わります。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。ちょっと前回はね、私の作戦が失敗して、ヨギちゃんちょっと散々やったんですよね。申し訳ない。いつも失敗です。いや、あれ本当にいけないやった。もういつも失敗です。今あの言い訳はしませんということで自分だけ釣っていつも失敗です。あのね、本当に真剣に考えました。でめぐちゃん今日ね、 AK チャタジュニア、これちゃんとね、片口ワンもサイズをねカットして揃えております。あのこれを極力ね、ゆっくりブルブルを感じるギリギリでね巻いていただけたらなと。あの最近ちょっとバスがね全然見えないんですよ、ここ何週か。昨日もちょっとプラで来たんですけど、ここはちょっとすごいよね、びしょびしょ。ちょっと新リグ、Cリグをね、昨日もちょっとプラでね来たんですけど、すごいすごい発見がありまして、それも含めてねちょっとお話ししたいなと思います。とりあえず頑張りましょうかね。ああ簡単に言うと、あのベローズギルがついとるやつが、なんかビッグベイト、メグちゃんがあの用意ありよったジョイクロ178みたいな、キレッキレのドッグウォークをして、フォールが水平フォールするんですけど、こいつがねギリギリを半分にちぎったやつなんですけど、ゆらゆらしながらドッグウォークもするし、フォールしたらねスパイラルフォールするんですよね。めちゃくちゃやばいなこれと思って。たまたまなくて、あれ何がスパイラルフォール。スパイラルフォールはたまたまやねびっくりした。なんかね、フォールの仕方がなんかラインのなんか動き見よったらおかしいなって思ったよ。うん、うん、って思って、これなんか変な動きしようらんって思って。毎回1回だけ。いや、あのする時とやっぱせん時はある。ラインの角度によるんやろうね。でも結構な確率でする。あの画像見したやろ、ぐるぐるぐる。うちもあれがいいんかどうかは分からんけど、いや面白いなと思って、ドッグウォークするわ、スパイラルフォールするわ。でなんかね、これはまああんま軽いけ飛ばんけどね、ただ食わせの力は強いんじゃないかなと思って。俺はね、あの GC ミノン本当はねメインでやりたかったんやけど、ちょっとこれが面白すぎてね、ちょっと俺はこれを検証進めようかなと。
うん、水はねものすごく悪い。あの白柿の影響がかなり出ておね、うん、あの沖から 2,3 メートルはもう水が流れてない感じで、うん、もうめっちゃ汚いんよ。だけどやっぱね、ある程度広範囲に細かく刻んでいく、うん、まずは手前投げて、だんだん扇状に、最後沖投げるみたいなイメージ。最初はまず手前を投げる。で、俺は釣れるんじゃないかなと思うけど。まあこのリグの問題点とすればやっぱ飛距離やね。進化がやっぱ 0.6 グラムなんですよね、ガンダム。でもこれじゃないとね、このやっぱり動きが出らんのよね。とりあえずそのなんかな、岸沿いをテンポよく打っていこう。いやー暑い。ちょっと朝全然ダメで、午後ちょっとだけリベンジですね。頑張れめぐちゃん、初バス目指して。でも無理せんごと。え？かわいいね。ちょうど右斜めぐらいかな、投げるんやったら。うん、その辺テトラがついとうけ。あ、当たった。ちょっとギルギルに変えてみよう。あーやべえ、車に忘れてきた。最悪や。行くか行くか。あ、しかも落としたし。あーもうなしよ。もう何落としたの？取っとったんよこれ。なしよ。ああ全部なくなった。はあ。広い。ああ本当。広い場所いないですよ。おらんね。もうちょっと広いでもいいよ。広いでもいいやわ。もう人のことは。すごい風やな。おでっか、おでっか。来い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 。でっか、びっくりした。マジビビった。すごい風。これはPライン厳しいね。持ってきた？お、頑張れ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 。チャンスやぞ。丁寧に何回も通すんだ、うん、極力ゆっくり、極力ゆっくり、同じレンジを巻く。ちょっと大きい、ちょっと大きめ投げようか。今手前投げたけ、もうちょっと。そうやねそうやね。もう何か、何、うん、バスかもよ。全然ありえるわ。その辺丁寧に通してった方がいいやろね、ゾイを。絶対風が当たっとうけ、魚がついとうと思うよね、さっきの声みたいな感じで。で、できるんやったらもうちょっと距離取って巻いた方がいいね。そう、来た。あーバレた。 うわ最悪。いい言ったね今。うん、マジやか。いやー分からん、マジか。普
通に食ってきたで、ミノーに。出ました。撮影できてない。まあどうせ釣れてないけいいんですけど、今そこでね、痛恨のバラシをしましたね。まあもうこれ釣れとったら発狂しとうとかやったね。危ねえマジで。まあ釣れてないんでいいんですけど、ここね、手前にあのテトラが入っていて結構引っかかるんですよね。あ、クソ引っかかったっち思ってね、俺完全に根がかりと思ってちょっと引っ張ったらね、グーッち持ってってね、すぐバレちゃいましたけど、マジ千載一遇のチャンスやったね。しかも結構多分でかい小バッチとかじゃない。なんとなく今不安になって見てみたら取れてなかった。もうちょいちょいこれあるんよね、もう歯がいいマジで。バレた。うわー、当たったのに、めっちゃ当たったのにバレた。めちゃくちゃ悔しい。なんやろ、バスかな、なんやろか。当たったね、当たったね。ちっちゃいんかな、結構待ったけどな。ちっちゃいんかもしれん。乗らん。でもなんか今ここ地合いな気がするわ。もうダメかな。やっぱ引っかかるか引っかからんかのギリギリをしよったら結構食ってくる。ああ、今また話した。ああ、当たり当たり当たりよ。やっぱちっちゃいな。ああ、ちっちゃいちっちゃい。乗らん。絶対ちっちゃい。間違いない。小バスとかかもしれんね。完全に今持ってったけど。ビルの反応は凄まじいな。問題はバスが釣れるかなやね。めっちゃ追ってくるやん。すごい、めちゃくちゃ追ってくる。よっしゃ。おお、ギルは釣れたね。GC ミノーで。かわいい。
っしゃ、うん、よっしゃ、うん、サイトでのギル釣り相当楽しい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう惨敗。おこ、私はおこよ。釣れんやないかい。聞いたのに惨敗。おい、夕方また頑張ったのに、もう暴風です。本当よ、もう今日一日やったのに。全然ダメやね。間違ってね、シーリング捨ててしまうし。アホよ。スナップつけとうと思ったら、もう外しとうの忘れて、ポンポン一。何やってるんだ。何やってるんだ。まあでも視聴者さんにお会いできてね。うん、ありがとうございます。そう、うちの動画見て、あのハートランドね、うん、買ったとかって言ってくださったり。嬉しかったね。すごいいい人やったね。うん。ものすごいいい人やったんで、あのシーリングをプレゼントしました。うん、ね。多分私たちより先に釣りますよ。うん、多分あれ使いこなしたら絶対武器になると思うんで、ぜひね、上手い方だから、もし釣れたらコメントいただければと思います。本当ありがとうございます。悔しいね。めっちゃ頑張ったのに。仕方ないね。う、うん、ま、だってもう全然見えんかったもんね、バス。あ、バスがおらんね。手前がついてないね。コインは見えたけどね、うん、ほぼほぼおらんと思いますね。うん、残念。もうしょうがない ね、 しかないね。まだ頑張りましょう。はい、頑張ります。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。よろしくお願いします。はい、お願いします。バイバイ。